そんなザ・お台場2019の目玉、真夏のドッキリ屋敷でターゲットとなるのは、今大人気のダンス&ボーカルグループでザ・お台場2019のテーマソングも歌っているダイスから、この3人。ビビーの方とかってどうなったらいい？全然ビビーじゃないです。ならば、続いては恐怖のシャワールーム。本格的すぎてノリティが疲れました。絶対ツイートしたくなるぐらいの。